ってないだけかな。喋ってませんね。とかマイク入ってない。でかくなった。ちょっと待って。余計なエフェクト入ったんでやめとこう。よし。オッケー。結局は邪魔になるからな。よし。そんなわけで今日はなんかラグランシャスさんが依頼があるということで。あ、いる。いた。やるかい。ラグランシャスさん。ああ。長く見れないかもですがお邪魔します。あら。あれ、え、ラグランシャスさん、あれ依頼があるとか誰か言ってなかった。誰だ。デスクトップマスコットか何かですかな。一体誰だ。違う、あれ、ラグランシャス。よろしくお願い申し上げます。はい。デスクトップ、デスクトップ、いや、違いますよ。アイドルです。多分瞬殺。謎のアイドル。どこだ。コピー、できっかな。できた。オーライルがうるさい。ももちみなみ。そう。ももちなんとか？そう。アーケード。アーケード、はい。ちょっと待って、なんかすごい邪魔。いろいろ邪魔。あー、俺履こうと思ったんだ。靴下履こうと思って、もう、時間がなかったんだ。時間がねえのになんかいろいろ余計なことしてしまった。こんばんは。はい。ごめん、今ちょっと仕事中なんで。いやー。昔別の名前で活動していて姉にそれを取られたとかよくわからん噂が。あれ、なんなんだろうね。姉の前に妹がいるんだよね、あれ。ももち、なんだっけ。よくわかんない話。昔はでも喋らなかったらしいね。無言のキャラだったらしいけど。なんか急に喋るようになったら。ふなっしー的な急、なんつうの？ふなっしーはでも最初から喋ってるのか、あれ。ふなっしー見なくなったな。むしろ喋った時びっくりしました。へぇー。2009年ぐらいがいるらしい。全然思い出せないんですが。ラリーコースみたいなところを見に行ったんですけど。ああ、はあはあはあ、エスケープキッズ？なるほど。瞬殺っていうか、ちょっと質問だったかな、これは。4人ぐらいでぐるぐる走り回るやつですか。これは、依頼じゃなくて質問かもしれん。ふなっしー、さっきネバールくんとかと一緒にクイズ番組で出たよ。そもそもネバールくんって何なんだ、あいつ。あいつも、ふなっしーは最悪よしとしてさ、ネバールくんって何なんだ、あいつ。あれはねえだろ。あれはちょっと節操なさすぎるだろ。なんであんなに似ちゃったんだよ。しかも伸びるというさ。ラリーコースみたいな、はい。ちょっとネバールくんだけはもうちょっと、あいつはちょっと納得いかん。始まらないって。コナミのやつですね。これだよね。これに関してもやっぱあれだな、ちょっともう。あ、そうだ、思い出した。すげえ大事なこと思い出した。ありがとう。オッケー、ネタ帳に書いておかないと。忘れるわ。よし。今後作る動画のネタ帳に。移植されなかったせいで心に引っかかってるタイプですかね。うん。これこれ、やはりここだと瞬殺。まあ、これに関してはこの探し枠でも何度も出るしね。何度も出てるし、やっぱりこう、印象に残りやすいゲームとしては結構トップクラスにいるゲーム。エスケープキッズ。海外では251があるんだっけ？いやー、どうだったかな。ちょっと調べてみようか。パチパチパチ。はい。パチパチパチ。パチパチパチ。もしかしてある？ないか。やっぱりされてないんですか？移植はされてないと思うね。パチパチパチ。海外のスーファミに出てなければないんじゃねえか？と思う。今見た感じなさそう。いやー、ないんだよね。あの、サンセットライダーズすら出てるのにこれはない。パンクショットとかこれはないんだよね、多分。家庭用が。ウィキペディアにページがねえからな。どっかねえかな。すんなり答え出たせいかまばらな拍手。そうそうそう。いや、これはね、拍手とかじゃないんですよ。拍手とかむしろいらないんです。
これはもうしょうがない。あれですよ。なんか飛行機にフックがついていてみたいな案件と近い。これに関してはね。一応ですね。まあ一応一応礼儀として拍手だから、まあいいんです。僕も依頼してみてもいいですか。ごめんビューじゃねえや。固定版をつけてください。せっかくわかったのにやれないけど。やれない。ありがとうございました。どこにもないよね多分。こういうのをさ遊べるようにしてくれればいいのにね。ちゃんと合法的に。本当はだって金出してやりたいけどできないからやってる人もいると思うけど、まあ、秋葉行ったらできんじゃない。トラックボールじゃなくて連打だよね。トラックボールバージョンなんてあんのかな。スティックとひょっとしたらインターネットアーカイブでできるかも。インターネットアーカイブ何それ。プレステ4でハムスターから出してくれたらな。自分を買うしかないのか。いやこれはハムスターもさすがに、俺もさすがにこれは売れねえと、売れねえと思うな。売れねえっていうかやっぱり利益が出るまほど売れねえような気がするな。やっぱだからさ、利益が出る1本で1本あたりの利益を考えなきゃいけないビジネスモデルじゃない形にしなきゃいけないよな。全勝先生エンジン回した感じ、ありがとうございます。うん、じゃあ足立さん行こうか。コメントを赤くしていただけると助かります。そしてちょっと待って、配信ツールがバーチャルコンソール、コナミには無理か。もうバーチャコンぐらいだったらよかったけどな。あのネット対戦とかもないしさ。やってみたい。いやトラックボール版なんて聞いたことないけどね。あ、トラックボール仕様とレバー仕様があるみたいですね。いや知らん、俺が見た限りにはトラックボールバージョンなんて見たことないね。ワコです。トラックボールと相性良さそうだけどね。でもどこのゲーセンでも絶対スティックとボタンだったよね。ワコパンクちょっとやりたいね。基盤買ってまでやったよ高校生の時に。レース、うわレバーしか知らないですな。ねえ、ないんじゃねえの。本当は海外にしかないんじゃないの。海外ありそうだけど。パンクショットめっちゃ面白かったんだよな。基盤買ったのにあんだけやったゲームって言ったらこれと初代ダブドラ、なんだろう。でも一番やったのパンクショットかもしれない。チェイス HQ。 おう、ワコワコ、はい、オメガシャンプルさん、8番さん、モーグル、モルグさん、シグさん、オレンジさん、いらっしゃい。すげえ中途半端に読んでみる。あーちゃ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 ー。操作に癖がある、わら。20年くらい前にでかいタイヤの車のゲーム、ワクス版はです、はい、スラッシュラリー。20年くらい前のでかいタイヤのレースゲーム、結構最近だな。あのジャレコのさ、パワードリフト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 、あーワイルドトラックス。でかいタイヤだとオフロードのやつなのかな。なんかジャレコがなんかそのでけえモンスタートラック系のゲーム出してなかったっけ。確かなんか車踏んだりみたいな。ジャレコじゃないかな。海外、あ、海外じゃねえや。あ、ゲーセンか。そう、ゲーセン、ゲーセン、しっかりしてよ。パワードリ見てみる。パワードリ、パワーホイールズ、パワーホイールズつの、はい、ユウさんもいらっしゃい。パワーホイールズ。動画がちょっと、レースが始まるときにワイプが出て外人が喋ったりする、ポリゴンか否か。ドットだよね多分。なんか姉さん出る、姉さん、あ、いる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 。レース始まるときにワイプで外人が喋ってる、どうでしょう。これどこなんだろう。ジャレコじゃないの。パチパチパチ、あー、うん、よし、いいリアクションだ。これなんかボーナス面かなんかで車踏み潰すみたいなのなかったっけ。対等なんだ。なんとなくシスコヒートみたいなノリを感じたけど、いや、カードリと比べると若干だよな。対等なんだ。パワーホイールズ、これ対等メモリーズにもないよね。音うるせえな。はい、
はい、いらっしゃい。パチパチパチ。クレさんいらっしゃい。はい。パワーホイールズ対等だそうです。これは、初見のゲームだ。スタジアムみたいなところ、オレンジさんだ。なんだって？スタジアムみたいなところで、あるよね。やったやった。いやー、ないね。多分、これは俺は、なんだ、対等メモリーズを見た記憶がないな。入ってんのかな？どっか調べよう。意外とね、移植されてるかどうかはね、調べ、ググればわかる。いやー、誰かうるせえな。この時代のレースゲームはちゃめちゃで楽しかった。そうね、だからわ、意外と、おサントラかーい。サントラならあります。サントラで、サントラがあるらしい。初音源化、パワーホイールズ。が、これいつのニュースなんだろうね。ああ、去年の6月ぐらいにやっと出たらしいよ。へえ。ってことはないかな。調べた感じなさそうだね。英語版も移植はないみたい。うん。たまにやるなら、あ、移植は。英語版も移植はない。なるほど。うん。最近ファミコンファンクロースがダウンロード版サントラ出たね。サントラ出ると音楽余韻か。ワイプをワイフと見間違えちゃった。違う。画面見えねえからね。画面とか。パワーホイールズでした。他は、ありがとうございます。はい。子供の頃全然クリアできなくて。これはちょっとなんかね、癖のあるゲームだからね。なんか、なんか、まあそうだな。正直、あまり覚えてねえ。でも、いやー、出回りはあんま良くなかったような気がするな。でも、全く見ないゲームではなかったけど、まあ、大型筐体だから、この時期だと、いつのゲームなんだろう。91年か。1991年って書いてあった気がする。1991年とありますね。端から簡単に落ちたりして下手くそでした。1991年のアーケードゲームを、お、一つ。大統直営で1回か2回見たことある、ね、アクロバットミッション EDF、ウィマナー、ウルトラマン、ウルフファング。いい時代だな、おい。ガローは。ガンフォース、いい時代だな。キャプコマ、サラマンダーの脅威。え？ギャロップ、嘘。クロスソード、おい、終わったよ。世代外の体感ゲーは移植もされずにシシルイルイやからな。まあね、メーカーによってはもう無理っていうのもあるし、コットンとかだって、コットン、ザ・キング・オブ・ドラゴンズ。サンセットライダーズ、スト2、ゼクセクス、ソルバル、あー、嘘だ。ソルバルってそんなスト2と同じ年代だっけ。嘘。バーニングフォース、嘘。ファンタズム、プリルラ、メタルブラック、ユーユーのクイズで55、ラギー、レゾン、ローリングサンダー2、ワンダー3、ね、なるほどな。こんなもん。でもカテゴリーには40ページが含まれる。さっきのインターネットアーカイブの話って URL 流してよいかしら。インターネットアーカイブの話、ああいいよ。ナムコワンダーエッグ、このバスケゲームやったな、パンクショット。これは移植なかったな。ハットプス、アーチベワーズでタイルスインティアネターカでエクスやりながら。91年はね、PC エンジンデュオとかメガ CD の時代らしい。スーパー CD ロムロムもなのかね。あ、そうだね、 LT とかスーファイマークマージョドラキュラとか、アウターワールド。なるほど。ここで70、90年代のゲームがブラウザプレイで再現されてる。あ、そうなの？ここで遊べちゃうの？じゃあ。ん？ここで何ができるって？これ豆かなんかなんでしたっけ？豆、こ、な、どれ？これ豆かなんか、あ、これ？できんの？これ。ディフェンダーとかあるけど。ここの中にあんの？さっきのゲームが。
合法的だったらやってもいいんじゃねえか。なんか広告収入みたいなのでメーカーに行くとか。正直よくわからん。この中に何かがある。やべえ数あるけど。合法ってことはなさそう。日本でプレイするのは権利的に不明とかなんか。なるほど。シニスターとかあるけど、まあ、海外のゲームだな。ほぼ。その中に何個か日本のが入ってくるのかな。下に行けば行くほど出てくるけど。昔ファミコンがブラウザ上でできるやつあったよな。日本では権利上アウトも政府もない感じ。なるほどね。ちょっとそこははっきりしないと。なるほど。グレーとかじゃなくて不明なのね。グレーとかじゃない。まあなんとも判断がつかんっていう。そっか。時代としてはスーファミ初期 PC エンジンは結構いい時期に入ったというか、そんな時期に出たゲームだわな。サガ3で、ね、はっきりしない方が良いな。はっきりさせちゃうとまあダメだろうね。まあメーカーが怒ったらって感じかな。はっきりさせたら絶対ダメっていう。絶対ダメってか、はっきりさせた段階で終わりっていうこと。いいと言うわけね。図書館みたいのあればいいですね。これから必要だよな。そろそろあってもいいよな。普通に。てかないと困るものが失われていっていいのかと。言ったらさ、昔日本ってなんか城とかをさ、なんか結構粗末に扱ったりとかしてさ、ダメになっちゃったりとかしたじゃん。今ゲームはものによってはそういう状況があるのかもしれないね。まだ今ならギリギリ頑張ればなんとかなるかもしれない状況。俺たち世代がやらなきゃなんないんじゃないかな。スミソニアンはどこまでやれてんだろうね。バーチャファイターとかでしょあれ。あとなんだっけ。90年代初頭のアーケードゲームはスーファミメガドラじゃ性能足りないスプス時代じゃちょっと古い時期ってイメージな。そうなんか微妙なね。個人で筐体を保管してミュージアム開いてる人ならちらほら。スチームとかにも頑張ってほしい。でもそういうことじゃなくてさ、なんとかだから権利をとかね、基盤を集めてみんなが遊べるようにとか。いうことじゃなくて、権利をはっきりさせたりとか、データとしてで、ね、なんだろうね、これからもちゃんと活用できるというか、まあ、普通に、閲覧できるっていうか、なんだろうね、失われてしまうじゃない？もしそれ個人で、ミュージアム的にやってたとしても、その人が、っていうか、まあ、それがなくなったらおしまいじゃん、今度は。法人作ってアーケード博物館作るしかないのだろうか。そう。だからもっとちゃんとしなきゃダメだよ。はるかに面白かった。なんと比べてんのかわかんないけど、ぶん殴るぞ。わけのわかんないものと比べると。待って、なんで更新した？そういう枠じゃねえから、ここ。広告入れて無料プレイならきっと人来るよ。だ1プレイいくらとかじゃなくて、金払ってメーカーに金行くとか無理なんかな。ね、ほんと。あ、豆豆か。あ、でも豆も使いようだと思うんだよね。あれめっちゃ便利だし優秀だしさ、あれを使ってメーカーが報われれば、それはみんなが幸せになるし。ね、今の状況ってはっきりしさせねえから仕方ない。本当はメーカーにお金が行くシステムだったり、作った人とか関係者にお金が行くシステムがあれば払いたいがないから仕方なくっていう人もいるだろうし、それが全員じゃないにしろね。ちゃんともらうべき人がもらえれば俺はいいと思う。アーケード博物館対等に移管しなかったけ？ほう。うめえ。対等。早く権利関係クリアにせんと忍者くん取られたウプルみたいになるぞ。あれってどうなったの結局？完全に取られたの？パズループじゃね。メーカーが乗り気かどうかもアイレムとかほぼ引き上げ。アイレムは海外でわけわかんないのあるんじゃないか。海外でアイレムのアーケードゲームができるスチームみたいなやつがあるけど、あれはどうやって実現して今でもやってるんだろうね。海外でのなんか持ってるのかな。権利は今は個人が持ってるけど、その個人が行方不明だぞ。どこの、主にどれの。あ、 UPL？ わい、50過ぎてシビアなレトロアーケードまともに遊べる気がせんのや。
シビアなレトロアーケードをまとめありますね。ガンホーキとか R タイプ、レオとか日本でもやりたいのに。ああ、ガンホーキ。久々聞いたな、ガンホーキって。あるんだね。日本でできないんだもんな。まあ、日本って、海外で、アメリカで評価されたりとかさ、まあ、北米で評価されたりとかして、やっと価値が分かったりとかさ、クールジャパンとか言い始めたりとかも、ほんと鬱陶しい感じじゃん。まあなぁ。でもあれだよね、子供を。ゲームの権利関係って想像以上にぼんやりしてる。うん、してると思うよ。URL 省略 R タイプレオハトムル。ありがとう。藤沢夫人が持ってるって最初に聞いていたが違ったもんよ。何の話だ ?UPL? 何を言おうと思ったんだっけな。ド忘れした。いやー。20年後にアーカイブされても誰も遊ぶ人間いねえんだよな。そうそうそう。資料的な価値はあったとしても、だから今、江戸時代の春画が、もし完璧にこう再現されたらもう、それで抜くやつはいねえのと一緒だよ。昔はほんと権利関係がバカバカ。難しいなぁ。消防像、いらっしゃい。遅延きついからシューティングやめた方がいい。G クラスターやったの何やった ?PC エンジンかなんかやった。あれ何があるんだろう ?PC エンジンとかあってるの確か。グラディウス、いやねえや。サラマ、いや何、なんかあってるの昔はほとんど判権、権利関係ばっか、ガッパガパ、ガッパ、ガッパガパ、じゃね、ガッパガパ、ね、昔はひどかったもんな。筋肉マンとかよくあんな怒られずにやってたよな。ぶっ飛ばして、今でもいい、今からでもいいからぶっ飛ばしたよ、ゆで卵。そして、島本和彦を撫でてあげたよ。とりあえず、箱のゲームルームでアルカディアとかあたりのゲームが配信されてたけど、単体では今更って気がした。そうなんだよね。あのシステム意外と良かったよね。なんかトライゴンだっけ？俺の好きな。コナミの。なんか嫌な音がするゲーム。嫌な音がするヘビーの、あ、トライゴンじゃねえ。なんだっけ？トライゴンではない。コナミだけど。トライゴンじゃなくて、なんかヘビーがタックルするゲーム。パックマンみたいなやつ。フラッグアタックですかね。フラッグアタック。だってあれなんかさ、ブラックパンサーみたいなもんな。もうレースゲームとかって状態かって違う、もっと8色ぐらいの時代のゲームよ。やりたくてもやれないよね。レースゲームとか本当に。そう、でも結局は、大型筐体、専用筐体のあのゲームって、ゲーム自体がこう完全移植されようが、それが本当に完全とは言わないんだよね。やっぱ筐体に乗ってやるのが完全だから。あ、ジャングラーだわ。なんなのジャングラーってどういう意味なんだよ。覚えられないよ。ジャングラー。バトランティスとかファイナライザーなんてマイナーなゲームもありましたね。ファイナライザーとかバトランティスは有名でしょ。これが俺昔好きで MSX 版がなんかがあったんだよね。幼馴染の女の子のうちに、これだけやり入ってたら、いい、すげえ、なんか嫌われた。なんか、ゲームが目的で、なんか、ゲームしか目的じゃないのにうちに来るなみたいな。アマゾンのバイク。あー、ジャングラー。わらわら。うん、わらわら。その子はどうやら俺を好きだったらしい。わろた。で、バレンタインのチョコ欲しいって言うからいらないって言ったら、その年からくれなくなった。その子んちだ。この前も話したが、その子が、その子んちのにあった MSX で、キャベツバッチキッズとかいう変な、なんかゲームのキャラ替えのやつをやったりとかさ。いや、不二家のチョコレート好きだったんだよ、ハート型のピーナッツ入ってるやつ。いや、でもなんか照れくさかったっていうか、なんだろうね。何だったんだろう。そう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 、MSX がすげえ好きだったんだよね。っていうか、タダでできるゲームが一番好きだったの。ただ、あれ、アスレチック、そうそうそう、なんかキャラがでかくて変な丸太飛んだりとかするやつ。わかる。いや、嘘。いやー、ただでできた。だってゲーセン行ったってさ、見るだけしかできないしさ、見るのも楽しかったけど、ゲーセンは。だけど、お兄さんたちの迷惑になるしさ、ゲームがなかなか変わらない時期ってあるじゃん、ゲーセンって。なかなか新作来ねえなーって。そういう時期に、じゃあちょっと MSX へ、つって。そうか。その気持ちわかります。ゆっこちゃんちには MSX があるっす。
行ってさ、普段からテレビの前に設置されてないから、こう出して、俺だってゆっこちゃんちのあれよ、MSX の出し方っていうか、どこに収納されてて、どうやって接続するか、もう覚えてたから。ゆっこちゃんいなくてもやってたからね。ゆっこ不在でやってたから。勝手にゆっこんちの MSX を勝手に上がってやってたから。すごい、今考えるとすげえな、なんか。勝手に、誰もいなかった、家に。家に誰もいないけど、MSX はできると。いなくてもやってるのはさすがにひどい。いなかったんだよ、ね、あ、いないけどいいかっすね。勝手知ったる他人の息子すぅ、どちくしょう、わらわら。いや、女子からの人気悪くてね、ゆっこちゃんが。小6ぐらいの時に。なんかめちゃ性格悪かったらしいんだよね。俺はもう若い、性格とかじゃなかったから。考えられないですよね、わら。今の時代でもやってんじゃないの、団地とかでは。主に団地などでは行われてるんじゃない、そういう。勝手に上がって飯を食うみたいな。いやー。近所では珍しくなんか車をいち早く持ってる家でね。いや、そうでもないか。マナブンチにもあったな、車。ゆっこちゃんはそれが原因でゲーム嫌いになったかもね。後になんかちょっとよくわからん男と結婚して、子供がちょっと世界的にも珍しい病気にかかって、そしてまたそれがちゃんと手術で治るという奇跡が起きたらしいから。あとのファミコン破壊ママンである。そうかもしれん。やめろ、MSX 持ってて性格めっちゃいいやつもいるんや。きっと嘘。え、M、いや、望月先輩めっちゃ良かったよ。もう面倒見良かったし、ウォーロイドめっちゃ遊んだし。ウォーロイドの動画を見ようぜ。ファミコンに移植されなかったあのウォーロイド。出そう出てなかったやつ。朝ドラのような話。いや、朝ドラ。ドラえもんかと思った。まさかオープニングの曲だけ聞く動画じゃないよ。あと1分かい。さすがのゴルシケ。さあ、次枠です。こんな雑談枠が次枠も続くと思います。依頼がある方は物おじせずに言ってください。いや、どうなんだ、近所付き合いはいけるんじゃないの。いや、だってこれ88番ってちょっと動画探してきて。消防動画探してきて。おい、行ってらっしゃい。ラグランシャスターもありがとうございました。知りたいのはあるけど、買うことか。あ、買わなくてもいいよ。オツでした。買わなくてもいいが、聞いてもいいぞ。なんか、どんなゲームなんだろう。ちなみに今放送25フレームでやってるんで、本当は30フレームぐらい出てますけど。60フレームではなかった。60フレーム?ん?ん?出てるか?弾だけ出てるか?和骨です。はい、引き続きよろしく。このゲームなんかできんだよな。なんかわかんないけど、めちゃめちゃな出来の良さなんだから。まあ言ったらバーチャロンみたいなゲームなんだけど、よく言えばね。和骨です。で、勝った時に下から打ち上げて、こう下へ打ちをするっていうのが楽しい。和骨です。引き続きよろしくお願いいたします。よろしく。こんばんは。あ、ソウさんもいらっしゃい。ザザミさんもヨシリンさんもいらっしゃい。祖母が亡くなって弔電打たなきゃいけない面倒い。大変で死体蹴りができた最初なんじゃなかろうかと。なんかこれ死体蹴りに関しては結構やってたよね。わこまーた。下からこう打ち上げてさ、パンパンパンって。ゲーム探しという名の自分探し枠を今日も見に来ましたよ。そうだね。わこつですよ。自分探しはいろんなタイミングでできるから。一人旅でね、普段とはこう、自分を知らない、自分のことを知らないね、知ってる人いない土地に行って、自分とは何なのかと。っていうか、自分意外とやっていけるなみたいな。どんなとこでも飯がうまければ生きていけるなとか分かったりとか。いろんなことが自分探しだな。自分を知るって大事よね。駄菓子探し枠もあるけど、どうかな。今日、自分は探さないけど、はい、駄菓子は探してたよ。あ、ほんと?俺も今日駄菓子がいいことだったらさ、嫌な雲が。なんか邪魔されたから。死体蹴りが NG じゃないことにちょっとびっくりした。確かに。なんかまんまでまんまかけるんだ。じゃあ、88の動画は?あと誰かなんか依頼があるって言ってる人いなかったっけ?へぇー、へぇへぇ、まあいいわ。で、聖剣アチオ。なんなの、聖剣アチオって。どういうセンスなの?
早いよタイトル画面の飛ばすの。なかなか来なかった。いいなあ、超ペポペポペポ。だってスパルタン X ってビクターが先に出しちゃったんだもん。おお、動画見て。ああそう、ああスパルタン X だけなんですけど依頼していいですか。動画見て懐かしいってしたいだけなんだけど、どういうこと。ああ、え、どういうこと。かそういうこと。買わないけどってこと。誰かもう一人いたよね、買わない人が。300円、ありがとうございます。このタイミングならありがたい。誰かいたよね、もう一人。買えないけどっていう人が。クイズではなければいけますよ。探し、実際探してるって言うんだったら。ポニーキャニオンだったような気がする。うん、俺も、あれ月曜日じゃなくて。そう、あれ、ポニーキャニオンがなんかスパルタン X とかじゃなくて、ポリスストーリーとか出してなかった。そっちって。描画がめっちゃ遅いですよ。あれ。ワンさんが言ってるやつは何なんだろう。それは、ただ動画見て懐かしいって言って言いたいんだったら、みんなで懐かしがりたいんだったら、動画の URL ください。ああ、ちゃんと探すのね。探すのね。ワンさん。もう一人依頼人がいたような気がしたけど、ちょっとわからん。まあ、後で言ってくれ。実家から MSX に持って帰りたくなる。じゃあ家で、家のゲームね。けどググっても見つからないんです。持って帰りたくなるのか。検索ですぐ出るのは NG だよ。うん、いや、そうじゃないみたい。友達ん家で昔やってっていう系の、だから家庭用のゲームってことだ、ね、友達に聞けばいいんじゃ。あ、でも意外と友達に聞くって難しいような。お願いしますワン。はい、ワンさん入ってるよ。はい、もう始まっているんだよ。機種一個に絞れなければそれなりの数。いや違うね、ここはそういう枠なんだ。ファミコンのアクション。はい、でも昔の友達に聞くって、今は友達じゃねえからな。昔の友達って結構雑な友達だったよね。なんか一回も家に行ったことなくても友達じゃん。グーに、横から見た視点。はい。横スクロールアクションってことか。横アクション。ココロン。ロボットウォーズ。いや、ジャンルがわかるんだ。ロッドランド。横から見た視点。アクション。右上キラ。右上。ドアドア。ロマンシア。うん。横から見た視点の何なんだろうね。フレ確か騎士がドラゴンに乗ってランス持ってて飛べました。はぁ、やんちゃ丸。騎士がドラゴンに乗っててランス持って飛ぶ。ファイアーエンブレムじゃねえの。ファイアーエンブレムのユニットでいたよね、そんなやつね。これ特徴か。ジャウスト。ジャウスト。あー、そうか、ごめん、そうだ、ジャウストだ。あれ、そうだわ、それ、ジャウストってゲームだ。ドラゴンナイトやな。うん。ダチョウか、わら。そうだよ、ダチョウだよ。あ、ニプ、あの、バルーンファイトの元ネタのやつじゃん。この曲がなんでこのあの曲っぽいんだろう。いや、でも、わからんよ。見た目ではわからんよ。勘違い、ダチョウとは思わなかったの。だと。ダチョウ、どうよ。これでしょ？これじゃないの？日本ではハルケンが移植してたけど。だからよくわかんない。はーい。ジャウストです。今は多分、1000円超えて、2000円はしないゲームかな。若干、なぜか若干高い。ジャウストです。これはね、続編が出てるけど、曲はいいけど面白くない。記憶違いの叫びすごいな。もう鍛えられてるな。俺はなんかあのファイアーエンブレムのドラゴンナイトかと思っちゃった。ドラゴンって言っちゃったから。いやー。なるほど。これでも映画化されるって言ってたけど、なんないね。これはね、バルーンファイトをね、日本で出そうと思った時に、なんかダメで、なんか許可が出なかったかなんだかで、仕方なくキャラ替えのなんかパチモノを出したのがバルーンファイトです。後に、なんか出せるようになって、ハルケンが移植した。うん、そう。同じエンジンかどうかわかんないけど、まあ、バルーンファイトの方。いや、だから、ダチョウに乗った騎士がさ、なんかこう、空で戦う 3D 映画なんじゃないの。まあ、わからんよ、なんでも。ドラゴンにも見えなくは。まあな。まあ、空を飛ぶ、でも、どう見てもダチョウなんだよね。
いや、ジャウスト5年前ぐらいじゃない、なんか映画化するっつって、3、4年前だよね、確かに。まあ、全然、音沙汰なしっていう、よくあるパターン。思い切り鳥だよね。鳥だよね。ダチョウの卵だし。確かに出なさそう。でもね、実はね、続編の方にはいるんだよ、確か。続編のジャウスト2には確かそんな、ちょっとデカめのやつがいて。違ったかな？ただ多分ファミコン無理だと思う。ダチョウだったのか。なんかと間違え、それじゃないと思います。わら。でもこれだよね。ダチョウは飛べない。わら。てか人乗せてるしな。未来のダチョウなんじゃない？続編あるのか。ジャウスト2は確かね、ちゃんとドラゴンになれる気がする。ドラゴンナイトみたいな。ファミコン時代なら間違えてもしゃあない。そうそう。未来のダチョウ、わら。未来の。ダチョウで、これが続編ですね。曲がかっけんだけど、これ違うな。俺の知ってるバージョンと違うな。日本でも一応ジャウスト2手に入るよ、プレステ2かなんかで。なんだっけあれ、あれなんつんだっけあのゲーム、ゲーセン野郎じゃねえや、ゲーセン族。え、ありがとうございました。はい、赤、字を赤から白に直してください。ジャウスト2です。ダチョウ感が増してる。ゲーセンウサ。あ、これ曲鳴ってねえのはまだ始まる。ええー、検索しても出てこないやろね。ええー、わら。俺たちゲーセン族かね。そうだよね。ダチョウだからね。俺たちゲーセン族だっけ。これが7分、これだ。俺たちゲーセン族？なんか変な、あったよね。いろんなゲーセンのゲームが入った。完成度高いゲームだよな。バルーンファイトの方が、完成度って意味では高かったかな。あれ、画質悪い。あと、なんでこれ曲がないの？え？曲しか売りがねえはずなのに。何番だこれ。トリップがポイント高いもんね。あ、ほら、ドラゴンじゃねえ。ライオンみたいなやつだ。ライオンに羽生えたやつみたいな。なんだろう。ペガサスか。でもこれドラゴンには見えねえよ。あれになる理由はなんかあれじゃなきゃ倒せない敵がいたのか。グリフォン。なんかそんなに有利になれないんだよね、これ。なったところで。若干重い、重々しいというか。無敵なのもさ、なんか人だけ降りてるし。スムーズに溶岩に落ちないでくれよ。さあ、依頼があるからぜひ。続編は、まあ、正当派な進化はしてるが、ちょっとね、精度が良くない。なんか手応えが非常に良くない。だからよりバタ臭いゲームになっちゃった感じ。てか、多分ハルケンのバージョンが非常に出来が良かったんだよね、きっとね。日本のファミコンの。で、海外版のゲーセン版が多分そんなに遊びやすくないんだよ、きっと。俺忘れちゃったけど。俺たちゲーセン族だ。どうしたって？違う。ゲーセンやろうか。ゲーセン USA だ。それ。さすが。コテハンもねえのによくわかったら。即座に特定されそうだけどいいですか？チュパオさんだっけさっき言ってたのって。1万円は出せないって言ってたやつ。そうそう、ゲーセン USA ミッドウェイアーケードトレジャーズ。これだよ、これ。あ、プレミアついたか、やっぱり。残念。てか俺逆に新品未開封で持ってるからもう開けられないっていう。ちょっと待ってね、画面がおかしい。はい。じゃあ、チパオさん行くか。消防88番は多分そんなこと言ってないっす。わら、風呂入って出てきた。あれ誰だったんだろう、さっき。もうなんか逃げちゃった。ジャウストを最初に言った人は誰だ。え、この後もういいでしょ、わら。コテハンねえのに暴れてるやつがいる。コテハンないやつは答えを書いちゃダメよ。せめて嫌のままでもいいからコテハンをつけてください。これ言い忘れてたわ。この枠に参加したい方はコテハン必須です。コテハンつけないんだったらコメントしないでください。パチパチパチだけ OK です。ゲーセン USA とか言った人ね。ゲーセンのゲーム。お、当たりがなんか100本入りのパック出すって何日か前にニュース出てたな。スチームなんかなんかだよね、確かね。いや、もうなしじゃ。なし。何も書かんでいい。和骨音楽ゲーム。ゲーセンの音ゲー。なんかそんなにない
なさそうだね。ゲーセン。チパオさんね。音楽は韓国の変なのがあるからな。ああ、ゲーセンにも。ドジマクステクニカ。ほう。DJ Max ってゲーセン版あんだ。解決、所長でよくない？ラストアムーブ。いや、俺はだって、ドラム式洗濯機。俺より先に言った人がいたもん。レバーがあった演奏的でした。あの、固定版ない人はもうコメントしないでください。いや、もうコメント出せないようにしようか。あるんすよ。あるんだね。スクラッチが、あーこ、セガのやつだ。あー、懐かしい。あれ出なかったね、家庭用ね。違う、なんかセガのあれだよね、DJ のゲームだよね。検索結果クラッキンドジ。うん、てかクラッキン DJ で、うん、多分すぐ出ると思うんだよ。ググればすぐ出るパターンズ。ファイネストアワーかな、これ。違う、待って。パート2なんてあったんだ、これ。怒られそうだな。有馬の曲っぽい。ニカドにまだある、マジか。これだよね。これだよね、多分ね。スイッチとターンテーブルがあるっていう。こっちの方が DJ っぽいよな、なんか DJ っぽいとかさ。スクラッチ2個とレバーで出なかったんです。笑い。出そうだけど。DJ Max。じゃない、ごめん。クラッキン DJ。下手すりゃドリキャス版出るかなと思ったけど出なかった。パチパチ。でもこれってさ、あまり置いてるゲーセンなかったよね。これ面白いんだよね。いや、面白かったけど。見たことねえ。そう、あまり出回りは良くなかったと思う、多分。だってほとんど見なかったもん。でかい、超でかいゲーセンとかにしかなかったもん。多分、そうね。ちょっと難しそうな印象があったのかな、なんか。高かったのかね。B 割のあの、変なターンテーブルとかより全然なんか説得力のあるターンテーブル。専用コントローラーの話であったと思うけど、ゲーセンで人気なかったからね。専用コントローラーの話であったと思うけど。スクラッチじゃなくてターンテーブルなら出ますね。手元動画いいね。うん、ね、これ大事。ガーランドに2台あったよ。マジかよ。スクラッチとボタンのタイプなかったっけ、こういうの。スクラッチとボタン、それが、え、それってもしかしてビートマニアのことかな。まさかそんな話をここの枠でするとか、いい度胸してる。違うのかな。いや、これでもほんと見なかった。池袋でちょろっと見たぐらいだな、俺は。俺の行動範囲もそんな広くなかったってのもあるけど。ビーマニでなく、うん、ビーマニじゃない。ちゃんと回ってるのがいいね。そうね。しかもこれ難しいよね。そう、むずいんだよ、これ。なんかよくわかんないうちに終わっちゃう感じある。え？さっきと違うの、これ。あ、違う。綺麗、こっちの方が。それか韓国のブムクローンかな？BM98 じゃん。感じなんだけどね。いやー、だって、すっげーなんか本格的だもんね、ちゃんとね。ちゃんとこのスイッチとか、どうなってるんだろう。ちょっと、あんま音流したくないんだけど。ご依頼をねします。はい、エナーさん。あんまりこういうタイプの音ゲーは詳しくないんよな。こういうタイプの音ゲーは詳しくない。はい、じゃあよろしく。じゃあ黙ってようか。クラッキン DJ。 そうそう、ターンテーブル勝手に回るのが扱いにくかった。なるほどね。だって流れ続けてるんでしょ、これ。レコードは回し続けてて、スクラッチするのが片方なんでしょ、これ。で、そこでスイッチがあるというか。プレステビーマニーのあの曲で遊びたいけど。どれ、あー、なるほどね。それはちょっと音ゲー好きのコミュニティで聞いてきた方がいいんじゃないか。ウィキミで。いや、でもウィキミでもわかんねえんだろ。これは誰だ？クラッキン DJ。レモザイクさん。レモザイクさん。本当のドジってこんななんですってね。正直、あまり面白くないゲームだった。難しさがあるよな。難しすぎるっていうのはやばい。ちょっと待って、誰だっけ。ダメだ。もう勝手にやってくれる。俺は犯人探してるから。レモザイクさんね。初心者お断り感な難易度ぽいですね。いや、これだって、難しすぎるでしょ、これ。ギターのやつ。あれも意外と俺なんかあんま難しそうで無理やったな。ドラムマニアは全然ドラムじゃなかったし。エナさんか。パラパラパラダイス、パラパラパラダイス。てか、音ゲーの話なの、また。またかよ。またかよ。想像して無理ってなったしょぼん。完全にその筋の人ようだよな、わら。かっこいいんだけどね。でもやっぱ難しいよな。
手のひらを左右に振るゲーム、ああパラパラパラですかね。あのピンク色っぽいやつじゃない。ゲーセン、音ゲー、プレステ2に出てるよね。マーシャルビート音ゲーじゃねえだろあれ。スケイン小杉みたいなやつでしょ。ダンスマニアックスイモケンピ、パラパラパラダイスのいい動画ねえかな。てかパラパラパラダイスっていう別のダンスマニアックス、ひーダンスマニアックス。お、なんかイモケンピさんが嫌がついてるのにまた俺のせいにして小手半をつけたの。へー、え、イモ、あ、イモケンピさんが、え、イモケンピさんっていう町田キャッツアイに設置されてた覚えが、ほう、町田キャッツアイ、4つのセンサーの上下に反省あるやつか。どれなんだろう。これ今見てんのなんだ。ダンスマニアックス、これなんか紫っぽい、ね、これが手のひらをかざすタイプのだね。これがセンサーなんですよ。だからここになんか手を出すんだよね確か。どう遊んでるか動画ありそうだけど。エナさんどう？かっこいい。多分その上下センサーありやつですね。うん、これの動画ちょっと待てよ。ああそれです。これはかなりやった。やったんだ。センサーを返してパラパラさせるってよく考えるよな。あ、いや、ある動画あった。ていうかこれでこの動画でいいのか。なんか角度が分かんなくね。これとか変なやつがやってる系のやつか。俺こういうやつ嫌い。こういうやつを笑いものにしてるやつも嫌い。なんか太鼓の達人でなんかわけわかんないアピールするやつとかさ。お母さんにちょっとお母さん呼んできたよ。この人のたかし帰るよっつって耳引っ張られてほしいわ。回転は意味あんのか笑。ひどいや姉さんじゃ、ひどいや母さんっつって。足の動きいらないよ。だからてかやってるんだよねこれね。こういう動画は DDR がすごいわ。あれは単純にもう余裕がないやつだろうもんね。浮いてる人みたいな色もプレイできてるの。できてるんだろうね。これ出た後にすぐパラパラパラダイス出ちゃってすぐ撤去されたのね。こっちが先なの。一人で4つ使うモードあるんだよね。一人で4つ、一人で4つ使うゲームじゃないのこれ。ボンオードで特集するレベル。ジュナイト。これって発売元どこなんです？これどこなんだ？でパラパラパラダイスはコナミだから、じゃあコナミじゃないの？分かれてたはず。あそう。DDR は世界に2人しかクリアできない曲とか、半年ぐらいクリアされない曲とかあるからしゃあない。うん、治療のボンオードリ。すごいね。作った人はできるんだよねだからね言ったら。2人プレイはミューズつ使う。じゃれこ？じゃれこ？ダンスマニアこれでプレイしてなかったら面白いな。これ好みですよ。これが全部終わってお金入れるっていうね。お前入れてなかったんかいって。ダンスマニアックス、あ、コナミだってよ。パラパラパラダイスってコナミじゃなかった？コナミだよ。ね、しかもセカンドとか、あれじゃあパラパラパラダイスはなんだ？はい。コナミだって。ダウンレボシリーズってことじゃ。韓国ではコナミです。コナミは人間卒業譜面をクリアするとゴリラと崇められる。なんでゴリラなんだ。なんかアウトになるギリギリまでミスしても踊る人がいるのは知ってる。まあ大体そう、この人もそうなんじゃないの。男性マニアクス2000年6月21日稼働。あらパラパラディセ。もう俺ゲーセンはあんまり行けなくなってこっからだな。聞いた話だけど、はい、DDR の高難易度はバーに捕まりながらやらんと吹き飛ぶらしいね。吹き飛ぶんだ。ああもう絶対無理なんだ。ならお金払ってみたいが。マイケルがプレイヤー、そりゃそうだろ。シリーズで曲がいくつか DDR に入ってます。まさに店長のパラパラもダンマニもビーマニシリーズで、そうだよね、ビーマニっていうブランドみたいになってるもんね。どういう倒れたのかね。ちょっと高台になってるからね。みんな下センサーも手をかざしてたけど、本当はこの人みたいに足でやるみたいね。あーこれ下があるんだ。足関係あるんじゃん。じゃあちょっと世界で死者が3人いる DDR。 そうなの。足で手でやってもいいけど、じゃあ、ま、上と下があるんだ。で足でやるのもできんだ。
終わったらしい、終わったらしいよ。てか音がほとんどビットレートが低くてわかんない。始まってんのこれ。DDR は骨折する曲とかあるからね。骨折しなきゃ踏めない曲ってこと？さあ、終えれるのかな。もうでもやってた。てか2名までが早かった。町田キャッツアイはこういうゲームとかごかみのデマニとかあるから歴史感じる。哲学だっけ？骨折する曲。ループム400で16分を踏まされる DDR。 ちょっと待って、どんどんどん、あ、あれ、あ、ダンスマニアックスね。はい、あんまり見かけなかったな、でもこれ。はい、ダンスマニアックスって言った人がいたんですよ。パラノイアレボリューションだったかな。昔の旭川のセガにもあった。あ、うん、芋けんぴさんだな。16分って殺すかよ。芋けんぴさんって小手半ついてなかった、すでに違う芋けんぴさんかな。16分、16分刺される。長くね。冷戦で骨折して悶絶してる姿には哀愁を感じますね。いや見たことないわ。そんなもん、そんなもん見たことないよ。もう出てたよね。出てるみたいね。骨折はなんかセカンドミックスみたいな名前になってる。人間遠心分離機16ってリズムのこと。 B9 のありました。16分じゃない、久しぶりの参加でしたので。すごい、あ、そうなの？あるよね。遠心分離機。あ、この枠は、いやよはコメントしないでください。依頼お願いしますまでです。いやよのままでいいのは。あとはもう、いやよのままでも、いやよのままでもいいので、小手半が、小手半なしは許されないんでね、ここは、ね。小手半を確実につけてください。小手半が残るのは嫌な方は、ぜひ、いやよのままでもいいんで。確かに。参加したい人だけだけど、パチパチパチだけならいいです。良い靴って安全靴とかですか？人の体がゲーセンを飛んでいくのか。どういうこと？駄菓子屋にあった最流506。駄菓子屋で見たことはないな、俺は。骨折するほどステップ踏む。普通にゲーセンでやったな。骨折するほどステップ。パチパチパチ。どういうこと？どうした？どうした？マックス300が可愛く見える。ああ、何が？俺だってこれ基板買ったのにさ。前も話したけど、ソフマップが昔ね、基板、アーケード基板扱った時があって、ちゃんと専用のアーケード基板の店舗があったんだけど、そこで買ったのよ、5000円ぐらいで。これのゲームの、この基板の中古をさ、5000円なら買いじゃんと思って買ったんだよね、高校の時に。で、家持って帰ってきてやったら、ドットがめっちゃ荒くて、なんかこのゲーム、なんかダメージ食らったりとかなんかの時、魔法使ったりとかする時に、なんかちょっとモザイクみたいにバーってなるんだけど、その処理が直らなくなってたの、なんか。ディップスイッチとかそういうのをいじっても変わんなかったんだけど。ゲーセンつながりでもう一個思い出せないのあるんですけど、連続は控えた方がいいですよね。そうね。ググれって言われる可能性があるね。いててて。ドラゴンスレイヤーの兜割りみたいな攻撃だ。で、俺の話は終わりです。以上です。レベルになっとる。で、ダンスマニアックス以外になんかパラパラパラですか？パラパラパラ参加したいのでハト。パラパラパラダイス。はいはい、ありがとうございます。やっぱ買うならテクナートだな。テクナートって東京ではちょっと買えなかったね。なんか関西の方でしょあれって。秋葉、ギリギリ秋葉だったな。故障品捕まされた話。通販で買うのはちょっと敷居高かったけど、当然知らないで。通販で買ったよな、きっと。はい。テクナートって多分そんなに安くねえような気がするんだよ、そこまで。テクナート利用したことないもん、俺確か。さあ、じゃあ、エナさんやるか？なんか依頼が他にあったような気がしなくもないけど、忘れたもん。で、消防像なんで88番持ってきてくんないな。DDR やってたけど、もはや、ああ、はいはいはい、あ、ありがとう。その動画見たい方は見てください。いや、ソフマップのね、基盤屋はね、その話すぐなくなった。だって見たいんじゃん。この国のどじの上って声が洋華堂の屋上で鳴りっぱなしだったな。あの死んだ時のうえーって声。おさるさんかなんかがさ、ゴールデンアックスのさ、敵が死んだ時の声真似してなかった。あれ真似すると絶対大音量になっちゃうじゃん。声を大きく出さなきゃなんないから。真似できねえから。駿河屋も基盤買い取り始めたよ。今更？動かねえものもあるレベルじゃない？いや、ソフマップの基盤はね、本当にすぐなくなったよ。
だって基盤のこと何も知んねえんだもん、あのバカたちは。不安しかないから様子見。はい。レトロゲー記憶にはそういうのよくある。あの何ドッジボールのウェーって声。エナさんいないのかな。エナさんいなくなったね。いやかてえなこいつ。自分はゴールデンアックスの雑魚の断末魔。そう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 。いやどうかな、どんなのが記憶に強く残ってるかな。昔ってゲーセンってさ、 BGM ほとんど聞こえなかったからさ。ドレーディングゲームです。またレースゲー多すぎだな今日。1個前の案件と並ぶな。ドライブなのかレースなのか。ジョイフルロードじゃないか。じゃドライビングゲームと書いてやろう、あえてじゃジョイフルロードってことで。あれはドライビングか分かんないけど。毎回必ずレースゲーがある気がしますわ。いやーここまで立て続けたことはないね。あの前他の人のあの依頼に押されて同じジャンルが被るっていうのはよくあるけど。ああハンドル切ると騎士もいる。まあ大型筐体ってことだ。赤文字でお願いします。赤文字でお願いしますって。大型筐体かな。アウトなんてそんな揺れる筐体あったんだっけ。俺を筐体で動かないやつだったら乗ってた。パワードリフト。あパワードリだ。パワードリそんなんだったな。パトカーで犯人追いかけるゲームで 3D ですね。ああなんだっけあれ筐体が揺れる。あれ筐体揺れるの俺知らないな。でもそれググればでいいんじゃねえか。パトカーなのかな。大型筐体です。え、チェイス HQ って揺れるの？所長ごめん、88じゃなくて。おい、だから言ったら早く探せって。チェイス HQ どっちでもいいか持ってこいよ。チェイス白じゃねえの。チェイス HQ って揺れる筐体あった？でもまあパトカー、覆面パトカーだけど、覆面パトカーっていうの？何見れば思い出すかな。これあんま特徴ねえんだよなこのゲーム。ありがとう。次はこの頭で。大型筐体あったかな。ね、いやあったのかもしれん。これですか。まだ全然パトカーっぽくないけど。次枠です。銃がガクガクするのは。25フレームで無害と綺麗。なんか今変演出入った。ワコ、ワコツ。ワコです。ワコツです。ワコツです。斉藤って昔輝いてたな。はい、引き続きよろしく。気を引き換えでいろいろやらかしそうなのでおとなしくします。そうか。気にしすぎなんじゃない。なんでオーロイドの動画に収蔵がいるんだよ。チェイス HQ にポリゴンの方とかないかな。チェイス HQ のポリゴン版って待てよ。 3D っていうのはポリゴンってことなのかな。これアーケードでよくやったなあわら。ワコツ、ワコツです。ゲーセンではあんまやんなかったな。ちょっと待って、なんだ、なんでこれ太一郎っぽいの。ナンシーより緊急連絡。フルスロットル筐体に入ったチェイス博とかだったり。フルスロットル待てよ。エナさんどこ行った？ちょっと待って、これ何番だよ。なんだよこれ、もしもし番っぽいやつになっちゃった。助手席で銃撃てたりします。続編は SCI で2000年以降に新作が出てたかも。和骨です。SCI はだって銃撃てるからさ。一応にハットプス。ありがとう。ツー。チェイス HQ2。チェイス HQ2。ハブヘスプ4。和骨です。もっとサンディしてる感じですね。いくらで買えるんだこのゲーム。なんで音出てんの。チェイス博にありますね。へえ、これどこで出てんの。プレステ2とか。でもプレステ2には見えねえね。この。助手席までは思い出せないです。このラッキー&ワイルド。2006年に出てますね。
完全に実装あら。ナンシーすげえ、なんかちょっとこれはゲーセンのみ、ちょっと実写のナンシー意外と可愛い。白にはリバイバルだけど可動筐体ではなかったか。これゲーセンなの？これはちょっと欲しいな。でもなんかプレステ2では できない処理とかやってっから、 Xbox とか出せないのに。これ別に面白くなさそうだけど、アーケードですよい。スペック的にはちょっと Xbox ギリって感じ。結構日本みたいな舞台でした。結構日本みたいな舞台。パトカーってもうちょっとパトカーっぽいの。ちゃんとパトカーっぽいの。パトカーで追っかけ合いするなんかゲームなかったっけ、爆弾付け合うみたいなやつ。パトカーじゃないかあれ。スチームでもいいわ。パトカーものあったな、調べてくる。ああ、はいはい。そうだ、じゃあレコ、オープンワールドみたいでした。トキョコプハットプス笑わないをつべ込むわ。オープンワールド、そんなもんがゲーセンにあるか。取り消すあたりで出ていてもよかったんじゃないか。 Xbox の話は今朝みたいな感じになりますな。この若金スポーツカーが斬新だったな。かなり新しいんですかね。新しそうな話なのかな。サンダカラーのパトカーだったかと。ああ、嘘、日本のパトカーなんだ。それさ、シティコネクションってゲームじゃねえ。はい。EDR の動画、そうか。まあそうだよ。すごい。こういうゲームなの？なんかちょっとゲーセンっぽくないな、これ。視点切り替えとかあるし。15年くらい前に横浜で見ました。なるほど。蛇行運転わら。15年、予想が怪しすぎるわら。まさかと思うけど、なんかそうスリルドライブとか怪しいよねわら。めっちゃ揺れてる。俺の記憶ではスリルドライブ感があるかも。だけど思い出せないわら。シカゴだかサンフランシスコだかのやつはアメリカでしたよね。日本っぽい。でもスリルドライブって日本っぽかったっけね。しかしですけど速度が最もっさりです。ジェレコのシスコヒートだった。シスコヒートの話。日本コースありますよ、スリル。あ、マジで。日本ステージあるよ、スリルドライブかな。動画になさそうだな。日本スリルドライブ2、日本 B 評価。始まる。死んでる。あ、死んでる。ちょっと消しとくか、これ辺じゃ。いや、関係ないと思うけど。で、犯人が逃げて、それを追うパトカーをプレイヤーが操作します。スリルドライブ、あれ音がでかくてやりづらかったな。へぇー。ダメだ、これ。事故の被害額が出るのが面白かった。スリルドライブ。面白かったのにね、あれ。なんで、あんまり積極的じゃなかったね。続編とかいっぱい出たけど、家庭用とか出してほしかったね。わらわら、ようつべこむは特派？VXY どうすく？あった？パトカーで追ってのが違うんだよな。もうニコニコクッソだから、いや。スリル1だけど。パトカー。日本のステージ。事故った時に、あ、ジャパンステージって書いてある。響きいて最初の頃みんなドン引きしていた。それはデカすぎだな。あ、なんか豆がうまく表示できてない。悲鳴がすごいんだよな、わら。でもその音量はちょっと入れすぎた。24時ってのは日本が舞台なのかどうかわかんないな。ほう。人集まりがすごかったのでそこにしかなかったとかですかね。でもスリルドライバー結構いろんなとこ見たから。ほう。日本なのこれ。なんかよくわからんけど。ボーリング場には大体あった気がする。結構出回りは良かったよね、こういうレースゲームの中では。特許コツは見ましたかね。見てないんじゃない。誰も動画くれてる様子もないし。パトカーを追ってる。これスリルドライブではないですね。ほう。
何が圧倒的に違いますか。こんばんにちは、スリルドライブ懐かしす、ハットプス、ヨーツベッドグプーフキュークブス。スリルドライブじゃない。私が URL コメントしたのがトキョーコプですよ。嘘。あれ？これはどこ？どこだ？どこだ？日本の道路はこんなにだだっ。ずいぶん前じゃねえか。ちょっと待って。気がつかなかった。なんでだろう。ああさっき見たやつか。ああはいはい。全然ああさっき近いって言ってたやつね。これなんなの？ゲーセンなのこれ？東京、東京、違う。スリルドライブまたやりたくなってきた。東京コップなんじゃない。じゃあ何が違う？これ大きさ的にはボートこぐアーケードゲームぐらいの大きさ。ん？ん？うんうん。筐体の話か。ってことはあまりもうゲームの中のあれはないってことか。でも東京コップとか全然さ、これね、あれだよね、全然パトカーっぽくなかったよね。白黒の、ここには白黒出てくるけど、あれ思いっきりシスコだったわら。絶対違うけど興味ある人どうぞ。シスコヒート、ハットプス、わらわら。シスコヒートってパトカーから逃げるみたいなのあったっけ。パトカーが多いみたいな。ほう、ハットプス、わらわら。様子でこさ、何度も、あーパトカーか。日本語ない。さっきも見てるね。アットラクトでも。ほう。緊急車両24時だけど日本ではなさそうだ。すごいな。しかし今見てみるとバーンアウト思い出すな。出来はだいぶバーンアウトより悪そうだけどね。海外版なんでパトカーの仕様が違うのかもしれないけど。あーそう、あー随分スピード感あるね。なんかすごいな、クレタクっぽいね。やらんのかい、やらんのかい。お、すごいな。え、やらないのこれ。デモだけかーい。日本っぽくねえな。ヘリで車ぶっ壊してんの。日本版があるのかなこれ。途中コプには近いんですけど、もっともっさりなんですよね。なるほど。爆弾押し付け合うゲームってなんだっけあれ。 Wii で出たやつ、 Wii で出たコーナーミのダウンロード1000倍。すぐ配信停止になっちゃったんだよ、あれな。すげえ欲しかったの。これか。後画面がすごく大きかったです。あまりヒントとしてはあまり役に立たないな。ヒントっていうか探す題材としては。あれあれ、あ、違う、これじゃねえや。これじゃねえけどすげえ高え。なんで。ふーんふーん、ちょっと待ってよ。もしかしたらプロジェクタだったかもしれないです。なるほど。筐体はあまりヒントにならんな。でももう、あれだね。もう、それ以上、ないってことだよね。ゲーム内の特徴が。これ以上は。日本みたいな舞台。このオープンワールドって何なんだろう。え？これゲーセンだよね。警察官のゲームあったようなと思ったら眼臭だった。もっさりしてる東京コップ。お、もっさりしてる東京コップ。我々様子でコムは特派 V8 ハリクルク7080はコツです。でかいね。
ちょっと全体が分かんないけど、ここら辺も見てもらおうか。近未来警察みたいな。どうだろう。和骨？かなりなんか未来警察っぽいけど。ああ、もっさりしてるね。何だったのさっきの。さっきのやつは何だ？なんか豆でウェイトがおかしくなってるのか、それとも車によってかなり速いのか。上に矢印が出てて、ああもっさりしてるね。スピード感ないな。さっきのと比べてだいぶもっさりしてるね。半分ぐらいの感じ。あ、これ揺れてね、筐体傾いてね。ハンドルを切ると筐体も揺れると。初めて見るな。グレタクみたいな。これだよ、これじゃね。車種だかキャラクター選択できそうだったね。フリーランなのがオープンワールドっぽいってことか。これだ。あーこれです。あーすげえ。ずっと答え出てたけどなんか違ったんだろう。何が違ったんだろう。あれパチ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 。これを動画を探してきたやつが決めたな。パチパチパチ。カニカマさんだな。パチパチパチ。その前に言ってた人がいたが、ね、パチパチパチ。その人もあげておこう。パチパチパチ。あ、カニカマさんがかなり早く言ってたのか。あ、カニカマさんがもうずっと言ってんだね。カニカマさん正解。これは知らないな、揺れるなんて。パチパチパチ。いつだこれ。88ナムコだって。さっきのと違うゲームに見えちゃうね。ナムコらしいよ。東京、東京なんたらっていう作ってたから、その流れだったのかな。カレー博物館の下にあったんです。は？カレー博物館ってなんで、何やそれ。可動筐体なのか。これの動く全体を見たいね。あった、動画はないが。カレー博物館、これは知らんな。こういう筐体らしい。グレタクが流れ行った時に隣にあったわ、これ。あ、そう。じゃあ2000年より前。1998年。あ、違う、99年ぐらいか。これは99だよ。これでハンドル部分が動くのか。そう、あ、そういうこと。これ全体、いや椅子も動きそうじゃねえ。なんか、いや分からんけど。これ何、2000年近いってことか。いつだこれ。3月予定って書いてあるよ。初めて見た。2003って書いてあるね。2003年。じゃあクレタクとはかなり違うね、年代が。長く置いてあったってことか、クレタクが。2003年はさすがにもうでかいゲーセンにはいかなかったな。デザインがありますね、これ。あ、そう。椅子の下が可動式のゴム蛇腹っぽいような。うん、これも2人乗りシートでプロジェクター画面があったんです。2人同時に乗れて動くなんて相当だね。相当でかい。ゲームウォッチの方にレアシートだとはら。ねえ、デラックス筐体の画像あったよ。うっさ、カレー博物館の運営ってのか。これのことじゃね。なかった。これのこと。2人乗りってそういうなんかベンチシートみたいじゃなくて、2人、別々なの。これは別々だ。2人の筐体ってどれ。デラックス筐体の画像があったと。椅子シート下のゴム蛇腹見るとメタルホーク思い出します。あ、こう下って本当に下か。どこかと思ったら下か。完全に地面に近いところ。バトルギア。いや、ベンチシートみたいな感じでした。これ超面白かった。俺は F0 だな。F0 最近だね。URL 省略。ありがとう。でも URL が切れ、URL 切れてる気がするけど、これ。切れてた。なんて書けばいいんだろう、この後。ホップ。多分カレー博物館限定だったのかな。ゴーグルサンズ 54C。 おい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 、なんじゃこれ。おいおい、でかすぎだ。画面別々かい。これがね、どこから揺れるのよ。どこからどこまでが揺れんのこれ。
でか、わら。ローライダーみたいになるの、これ走っていけそうなんだけど。すげえ、わらわら。普通にこれ、普通に進むんじゃねえか、これ。わら。車じゃねえか、これ。軽トラ、軽トラじゃねえや。軽自動車だろ。わら。なんだこの筐体、わらわら。昔のアウトランでもここまでじゃなかったよね。凝っているな。デイトナでリッチかなんかでこんなのあったけど。掃除なの。な車の中で見て。筐体が走れるだろう。あれ。しかもこれ光ってねえこれ。金かかった筐体だ。ここ光ってねえか。大きさ的にはテールランプ光っちゃって。わら。いい仕事してるな。いやだってこれ車だぜ。すげえ筐体だ。わらわら。十分イチャつけるな。いやでも椅子が、なんか椅子がだって独立してるからイチャつけるのこれ。アウトランごっこができるな。アウトランごっこかい。アウトランでやれる。インパクト抜群だね。ねえ、ゲーセンでこれあったらまあ一回は入れちゃうでしょ。だってこれ上の、これさ、この パトランプ光っちゃう、光るんでしょこれ。そう、光るんだろこれ。恐ろしい。下手すりゃクラクションとか鳴らせそうだよ。ブレーキ押したらこれちゃんと光るのかな。いや、このレースゲーム好きなんだよ俺今、右で映ってるやつ。これ超面白い。いやすごいね、2003年にこんなことやってたんだね。まだあんまりゲーセン良くなかった時代だと思うけどね。確か実際に走れる筐体があったような。それはアウトランだ。恐ろしいゲームを聞いてますね。もうコメントすんなお前は。もういいもういい、そういうわけじゃねえから。これバーチャフォーミュラの筐体思い出します。バーチャフォーミュラ、バーチャレーシングか。いや100円じゃねえんじゃねえか、さすがに。バーチャレーシングですら1回300円だとかだと思う、ワンプレイで。結構動くな。いや嘘、ちゃんとした全体の動画があった。うわ、1プレイ300、500円ぐらい。500円はないとしても300、昔バーチャレーシング300円とかだと思うな。でどんどん安くなって、しまいには50円だ。何してんのこれ、何してんの、何を。もう外人じゃん。外側の方が金かかってそう。リッチレーサーのロードスター筐体が500円とか聞いたような。そう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 。さ、あ、全体やっぱ揺れんだこれ。ウキウキやなこの人。ね、なんでこんなウキウキしてる。コレクターか。筐体の価格が半端なさそう。お？いやー、やりたい。こういうのをゲーセンでやりたいけど、やっぱこの可動式は壊れるかな。しかもこれ主観視点でやってんだな。視点ってさっき違ったよね。主観じゃないのもあったよね。右のバイクのも気になる。ねえ、とか顔モザイク入れてんのに、なんだこんな。ナムコ好きなのかな、それともこれゲーセンなのかな。サイレンうるせえな。あの大型筐体は動くの。さっきのやつでパトランプ光ってるのみたいな。ねえ、さっきのやつ見たいね。何のキーキー。何がキーキー。温泉街のゲーセンみたいな。あれ、ゲーセンに置く場合はメンテナンスが甘くても事故らないようにせにゃならんからな。あ、なんか一つです。これガンブレードニューヨークとかの動画ねえかな。部屋に買い取ったの置いてるんじゃね。動画やってる おっさんの後ろ姿動画ねえかな。ねえか、個人の家みたいな感じですね。違った、バーッウィーだった。確かに天井低いな。そうかい。あー、低いのかな。あ、ちゃんと主観視点じゃなくなった。あったけど。いやー、あー、じゃあびっくりした。よっ、一日社長の時の伸びたみたい。わら、何が。このゲームもしかしたら海外でコアなファンがいるのかもね。いやー、ゲームには大体コアなファンがいるんじゃない。海外だと結構筐体買い取る人いるみたいだし。なんでなんだろうね、置く場所があるからか。リッチレーサーの実写筐体のやつで重量3トン消費電力 1700W ですって。筐体買うのも大変だな。いやー大変だよ。ちょっと待って、ダメだ、ないわ。なんか惜しい動画があったんだけどな、今なぜかプレイしてなかった。いやでも置けるから、向こうは置けるからいいよ。日本だって置ければ買ってるやついるだろう多分。3トンって軽自動車より重いじゃん。そうなの。走中に壊れそう。でてか家に入らねえんじゃねえのか、日本だと。
ダメだ、ウィーバーを自慢するなんかアメリカのタグだ。床が抜けそう。いやだって抜けたり床抜ける。バーッ、あ、なんだここ。私の車よりも重い。お前どこ家だよ、ガレージじゃねえかこれ。てかガレージって、なんでこれ、え、この人さ、足がなんか片方ない人なのかな。いや、あるな。なんでこの人ピョンピョンしてんの。ガレージやん、わら。ね、ガレージ。やっぱ自宅だった。しかもなんか変なバギーみたいなのあるけど。すごいな。怪我かね。でも、そしたら。あ、そう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 。そんなん聞いたことあるけど、あ、平屋で地下室の部屋、うん、そうそうそう。あ、ぴょんぴょんするんじゃ。あれは抜けるわ。いや、このゲーム超面白かったんだ。プレステで出てほしかったわ。フォートラックスっていうのかね。状態はビートマニアにドクスしか持ってないな。持ってるのがさ、ビートマニア2デラックスって相当でかいんじゃないの。光るやつでしょ、多分。違うのかな、上の方が光るやつね。4はバギー。誰もこのゲームに食いついてくんねえから、ウォーロイド行こう。今持ってると思うしたか、わら。言ってたね。あー、こういう感じなんだ。てか、なんか名前違うんだね、これ。エグゾア2ウォーロイド。エグゾア1は何なんだよ。え、これ戦い始まってんの？公式サイトあるけど、何で始まってるん、すでに始まってた。持ってる人の家に遊びに行こうぜ。ニテラの筐体持ってるってどういうこと？ニテラ。この前来た人がなんかこの前の地震でさ、全部流されたって言ってるね。ダンレボ。ダンレボ筐体持ってるって人がいたけど。ダンレボの残骸が今でも残ってますって言ってたけど。ダンレボの方も厄介だな。あんなもん家にあっても困るな。テーブル筐体だったらテーブルになるけど。ミドクスは 300kg しかないから、グランドピアノ入る入れなら問題ないぜ。グランドピアノは入るけどだな。邪魔だな。相当な邪魔だな。これ曲ないの？曲ないんだ。意外とスピード感あるじゃんこれ。いや、その理屈はおかしい、うん、電気代も怖いわ。まあな、家庭用電源で取れんじゃないのかな、さすがに。テーブル筐体でポリタン食えて。ポリタン、ポリタン食いたいね。筐体が並ぶのかな。ソーラーコーヒーとマンションに気合で入れてる。レスカと、レスカとでいいわ、ポリタンで。まず騒音がやばそう。自宅にスロット置けても筐体は筐体並ぶ。俺の家は、まあ、テーブル筐体かピンボール台ぐらいだから置きたいとしてるよ、してもね。そうしたら完全に俺の生活エリアがなくなるけど。え？何これ？おい、飛行機だったよ、今。なんかこれってさ、アウトホークシーズだよね、でもね、やってることはね。どっちも家庭用出てねえって、家庭用じゃねえわ。どっちも、いや、Wii であるんだっけ、これ。Wii で確かあったよ。スロットはリール音がうるさいんだよな。おお、うるさいね。パチンコもうるせえよ。うちは、パチンコの筐体あるよ。電気代すごかったよ。セガで働いてるから電気代すごい。え、月いくらぐらい？秋葉のゲーセンってどこ？どこ？もうないのか？まだありそうだけど。ヘイタワー。あとどこ？秋葉セガっていっぱいあるやん。秋葉のセガなのか？いや、セガじゃないでしょ、これ。秋葉のゲーセンでしょ。よりもホッパーの方がやばい。ゲーム中にもかかわらず画面真ん中にナポリタンを置くおばさん。やめろよ。秋葉のセガってと、どこか。あ、セガで働いてたって言った。あ、ほんとだ、セガって言ってるわ。秋葉のセガって3個ぐらいかな。あれだって相当ただのゲーセンじゃねえじゃん。なんかだいたい何階建てとかじゃん。3軒あったはず。あるあるある。今でも3軒ある。あ、なくなったのかな1個。いや、あるわ、あるある。なんであれ密集して3つもあるんだろう。まあ1個はあれか、UFO キャッチャー特化みたいなことか。でもそれでも、いや、全部似てるもん。駅前、義語、大通りに二の木で4つかな。4つ。ビール音もメダル払いだし、音もうるさそう。メダルは、でも家で買ったやつはないんだ。4店舗。あー、義語。ゲームはおばちゃんに声かけて電源入れてもらって終わったらまた声をかけるのがルールだったな。そうそうそう。義語忘れてた。義語、どこにある？義語、新館、元新徳、駅前。元新徳。え？ちょっと待って。
引いてみたってあるけど、何で？秋葉のセガはガンダム専用会あったのがカルチャーショックだった。いいね、非常にいいね。ちょっと色気出すには早いんじゃない。秋葉のセガはガンダム専用会あったね。絆だよね確か。もうねえのかな。季語はアイマス20代とかやってたな。自分は新刊のプライズ担当でした。わら、新刊のプライス。忘れちゃったな。歌詞あんのこれ。エクバの方。エクバ。絆専用よ。あ、あるんだ。ギーゴってあのオレン、あ、違うな。オレンジ色でなんか横がステーキ屋みたいなとこ。一緒、横っていうか下っていうか。あれかね。そうそう。ああ、そこね。ハットプス。アソビットの近くか。LA マシンガンズね、やってるとこあった。やってないとダメよ。あった。誰だよ、これ、金髪。ああ、ちょっと分かりづらいけど、まあやってんな。エクバは駅前セガの地下でいっぱいあるね。ああ、駅前か。あれもセガか。そう言われてみて、あそこもセガだ。え？開けますは何気に動いてる。嘘。あれか。え、あれもう終わったんじゃねえの？まだあんだ。アーケード、アーケードが。ラプ、ラブプラス京都。な、あるの？ときめもは知ってるけど。近所のダイエーにガンブレードニューグまだ置いてる。どこのダイエーだよ、ダイエーって。ダイエーに？ダイエーにガンブレードニューヨーク？ん？本当にそれちゃんと業者まだついてんのか？個人所有で置いてあるとかないのか？そんなことが。まだちゃんと動くの？めちゃめちゃに。アケプラス写真出るなら、あ、写真が出るやつか。そうね。お前だったのか、やってたの。ゲーセンっぽいね、これ。いやー、これマジでやりてえなー。これ近所のゲーセンあったらちょっと定期的に行くんだけどな。問題はチャロンと同じでカードが切れると終わる。あ、チャロンのカードが出るやつなのか。子供コーナーにあります。アンパンマンの乗るやつとかと一緒に、うん、アンパンマンの最新のロンペ、いやー、これやりてー。ローカル専用だけども、そんでその隣に今日はまああれだ、ラグナーシャスさん用に撮ったわけだから、まあここら辺でいいわな。いやいや、もうゴールチケも多分もうないような気がする。あ、ない。和骨です。夜の枠はもう取れない。予約枠はな。へーん。和骨？はい。和骨です。俺何したかったんだ、ギは。何をコピったんだ、俺。和骨？っていうか、ああ、もうコロコロってあのセガだったんだ。和骨です。引き続きよろしく。マサさんいらっしゃい。和骨です。待てよ。ガンブレードニューヨークと LA マシンガンズってどっちが新しいんだろう。LA マシンガンズの方が新しいのかな。これ打った時の吹っ飛ぶのがスカッとして好きだった。そう、なんかでも敵がめちゃ硬いんだよな。でもめちゃ硬いのが面白いんだよな。確かアマゾンでガンブレード、あ、俺サントラかい、これアマゾンでさ、Wii 版が売っててめっちゃ安いから買おうって買ってさ、買ったはいいが、パル版っていう、あのオチ好き。パルの表記に気づかず、結果的に海外からゴミを輸入してしまいまし、しましたって。フリーローダーも現在では対応できないみたいですね。うちのフリーローダーもしかしたら動くんじゃねえか、これ。ガンブレード2は好きでよくやってました。はい、わら。うん、やってた。いや、どっちもやってたよ、俺。もう疲れるんだよね、これやるとね。いい疲れ、いい疲労感。パル版でもいいからちょっと買おうかな、これ。っていうかね、Wii に関しては海外版のソフトが本当に動かすのが困難なんですよ。アベンジャーズってソフトになってるのかな。アメリカ、ああ、メガドラ、海外のジェネシス、海外のメガドラにあります。このゲームはね、いろんなものが壊せるのが楽しいんだよね。銃が結構重いのと振動が疲れるよね。そう、でもこの振動が楽しいんだよ。だから、Wii 版でやったところで、やっぱあの感じは再現できないからね、自分で作るしかない。
地面ならさのダダダダってやつを小脇に抱えながらやるしかない。ラマシンガンズのバージョンアップがガンブレかな。なるほどね。いやー出てほしいけど、ゲーセンあったけどダメだよ。あの暴れまくるマシンガンを小脇で抱えながらやるのが楽しいんだよ。あれマッカラさんだ、いらっしゃい、久しぶり。これミカドがまだ新宿に、あ、ミカドって新宿だったんだ。だってババのミカドってもともとセガのゲーセンだもんね、あれね。そうか、新宿からなんでやこっち来ちゃったんだろう。こっち来ちゃったんだろうね、あの土木製マシン。ジェネシスか秋葉見ないかな。あんま秋葉では見たことないね。思い出すわ。嘘。基本的にはずっとこんな感じよ。画面がぐんぐん動いて、グイングイン動いて、なかなか敵は狙えねえけど、それを乗りこなす感じがすごいたまんない。なんかすげえテンションの上がるゲームだよね、これね。テンション上げないとできないゲームというか、だからすげえ疲れる。この爆発がバーチャルっぽくていいんだよ、なんか丸い爆発が。これ爽快感あって楽しかったな。このさ、このヘリの硬さがたまんねえんだよな、なんかこの硬さがいいなんかいい手応えとか歯応えになってる。このゲームは本当にこのゲームに変わるものはないからな、これでやるしかないから。この頃のセガって本当そういうゲームばっかだったからな。なんかこのゲームでウィングウォーやりて、友達の方が危険なノリになって笑いながらプレイ。すげえなんかやって発狂を始める。の手応えも嘘。あのさ、昔さ、エイリアン3だかなんかってあったよね。あれもそれに近かったよな。一人用のガンシュ、あれがセガだったのかコナミなのか。セガだったか。オスプレイか。アケコンが重かったといえばハウスオブザデッド3のショットガン。なるほど、2人用じゃなくて1人しかできないエイリアンがなかったって。セガだよね。俺が高校の時だから1993年とかあたりだと思うんだよね。ポリゴンじゃなくて、確かポリゴンじゃなかったよね、確かね。あれもね、銃がこれぐらいすごかったのよ。エイリアン3とかじゃなかったっけ。いや、わ、3かどうかわかんない。あ、あった。基盤がシステム32だったはず。はぁ、あ。ポリゴンだった？ポリゴンっぽくない。ちょっとだったよね。あ、これ2人用あるん？そうね、俺の記憶ではなんか1人用、銃がでかすぎて1人用しかなかった印象。ドットだよね。ドットだよね。一応その映画の、一応こう、持ってるんですよ。これが外出た、なんか。私の記憶はこっちの方。そうそう、俺もこれだな。出てこないですけど。システム32って他何と一緒？なんか、ああ。火炎放射器で投げ払う。そうそう。これ筐体が、セガ、エイリアン。ダークエッジとか。ダークエッジ。ああ、ダークエッジ？マジで？ダークエッジ。ラッドモビール。あれ？あ、違う。ああ、エイリアン3ザ・ガン、これか ?93 年だってぴったりじゃねえかね。動画、いい動画あったけど、いや、これ子供時代若干トラウマだったな。怖くて。いくつだったら、あ、これ2人、あ、俺がやったやつ違うのかな ?2 人同時プレイできるっぽいな。俺がやった筐体と違う？いや、記憶が違う可能性があるな。池袋のもうとっくにないゲーセンとかでやったんだよね。へぇ。ちょっと欲しくなるでしょ。初見だと怖かった、そっか。まあ不気味なゲームだもんね。でもこれがまたないんですよ。いやー、なんか結構 LA マシンガンズとなんか記憶が混じってるのかな。移植されてないんだ。なんか低い位置にある固定の銃だった記憶あるけど、これなのかな。2人用があるらしいけど、これなんか全然記憶と違う。もうちょっとなんかこんな赤い印象なかったな。銃ももっとでかかった印象あるけど、 もしかしたら高校生時代のなんか記憶がどんどん美化されていっている可能性がある。でも銃がめっちゃでかくて、なんかこれ抱えてやるのかと思うとテンション上がったな。
で、それの振動が好きで、よくやりてたわ。こういう固定タイプのって懐かしいな。うん。固定型って最近ねえのかな。小さい店にも置きやすいサイズだね。あー、ねえ、だから俺がやったやつはもうちょっとでかかったような気がしたんだよな。外出ると雨は、そう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 、外出ると雨降ってんだよ。だからわからんけど、今消えてる。これは結構難かった。難かったか。ダイスとかも出ないんですかね。で、どうなんだろう。まだありますよ。あるんだ。あ、火炎放射器。そう、なんか雨降ってくる。タイムクライシスなら去年後が出たやろ。あー、じゃあ出てんじゃん。あったような。もうでもゲーセン行かねえな。ほへえ、そうなんだ。あ、これタイクラは出てるやん。タイムクライシス最新ってどう。あのさ、バーチャコップの最新版でなんかスロー使うやつだったじゃん。和骨です。バーチャコップ3かい。何と何で言ってないからの。ガンブレードニューヨークと LA マシンガンズってこと。バージョンコップ3だよね。なんか雨をさ、雨をスローで見るみたいな。あー、ちゃんとした動画が見たいです。去年子が出たよ。シリーズファンには微妙な出来だったらしい。ダメだ。シス4がガンブレードラみたいで楽しいよ。そうなの。そういうことか。ベルト外して自分が犠牲になる。タイクラ5ゲーセンで見かけんな。4ならまだ見るけども。 URL 省略。ほう。お、何をくれた。バーチャコップ3違う。あ、はいはいはい。え、プレステ3で出たやつだっけ。タイムクライシス4って。動画軽くゲーセンでバーチャコップ見ると。あー、これだ。バーてたちょっとこれあれだ、ムーブ対応のやつだ。え、なんでガンブレードニューヨークっぽいの。プレス3あるよね。やめろ。もうこいつに何を聞いても無駄だ。レイジングストームもタイクラシリーズでカップリングが家庭用で出てたはず。ほう。動きまくるからタイあれっぽいの。あ、確かに。あ、ヘリかなんか乗ってるからってこと。ヘリに乗って移動してるからってことか。盾が出るね、やっぱ。おい、降りちゃって。はあ、なるほどね。重さが重い。そう、なんかちょっと弾がでっかいな。ガンブレードニューヨークとかの弾がさ、あのなんかさ、なんだろう、細長いんだよね、なんか弾が。あれが横にガーッと移動しながら撃つと、なんかすげえ伸びてる感じがたまんないんだよ。ヘリの基準やからな。なるほどね、これが動きが似てるってことね。これは確かにオマージュしてますね。うん、してるかもしれないね、これね。いやー、そっか、なるほどな。あれはね、街中のね、ただ止まってる車とかをね、撃ったら大爆発したりとか、遠くにある車を撃ってもちゃんと壊れたりとか。確かに似てんな。似てるけど、敵の弾が速すぎるな、これ。撃ち落とせねえじゃん、こんな早かったら。ミサイルと銃弾があるみたいな。でもこれはこれで手応え良さそう。ね、これはこれで、なんか煙がすごいね。すごいな。これか。これムーブ買わなきゃいけないんだっけ。でもこれだったらプラズマテレビもできるもんね。これで我慢するかって感じだね。なんか、とりあえず。でもやっぱ似てるものをやっちゃうとさ、ワイワイやったら危険なノリに。なんかあれじゃん、生麺タイプのカップラーメンみたいの食うとさ、だこんだけ近いんだったら本物食いたいなってなる感じになりそう。結局は LA マシンガンズやりてえなとかなりそう。チンコン買っても対応ソフトがな。ワイルドドッグさん、ワイルドドッグ。敵の爆点がない、やり直し。あ、そうか、敵が硬くてギャン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 こうガンガン打ってどんどん吹っ飛ばしていく感じとか。あれはボス戦で体験できるのか。すごいな、そんな攻撃してくん。ヘリをアイアーで捕まえるワイルドドッグさん。和骨なんでや、マルちゃん製麺おいしいやろ。製麺はうまいけど生麺タイプじゃないじゃん。あれはまるで生麺タイプじゃん。それは64ビット級と一緒だから。64ビットとは言ってません、言い切ってません。急ですから。
生麺タイプのラオウみたいなとか、あれは俺はダメなんだよ。スパオ、スパオは違う。依頼だぜ、百科。ニトロヘッドさ、なんて読むの。依頼きたー。ニトロ。はい。ヤコップ1と2をWiiで出して欲しかったな。あー、プレステ2版で我慢してくれ。百科。プレステ2でワンツーセット。ヒット9というキャッチコピー懐かしい。笑。まあでも実際間違いではない。ワイルドドッグもすごいよな。シリーズ開始との。あ、そうなんだ。へぇー。マルちゃん製麺なんかヌルヌルなのかな。あれは麺がうまいんじゃなくてスープがうめんだよな、でも結局は。9って言い方がありならテラドライブも40ビット級だな。ああ、そうなんだ。消防署の方から来ましたみたいだな。方向は間違ってないっていうね。消防署とは言ってないっていう。の方って言ってる。さあ、どんと来い。機種、あと字を赤くして機種と、LA マシンガンズ、ちょっともう注文しようかな、俺。ビットシステム、ケガー。何が64と入ってない。ビットで競ってたのもプレステ時代までだったな。プレステ2が実は、128なんだっけ、あれ。言わなくなったもんね、偉いもんで、容量とかって。ちっちゃい時は言うけどさ。64ビットまでだな、言ってたのはな。なんかいろいろなルールが決まったんですね。286,68,000Z80 で合わせて40ビット。スーファミで、ファイアーエムブレムのような。ほぉ。ああ。エムブレム、タイプと。ファーランドストーリー、フェーダー。ファーミーじゃねえよ。フェーダーかね。ファーランドストーリー。フェーダーってうまくいかなかったような雰囲気よかったのに。さあ、じゃあどっちから見るか。あ、カードに入れる、システムなのですが、キャラクターがなんかファンシーで。ファンシー、あー、アルバートオデッセイかな。リトルマスターか。いや、リトルマスターっぽいね。マッチョな牛とかいた。フェーダーだったらむしろシャイホ、シャイホ、あー。リトルマスターのスーファミ版じゃねえか。ね、リトルマスターっぽいよな。あった。あー、なんだこれ。YouTube でもなんでもない。あ、マッチョな牛いました。マッチョな牛いた。おら、来たよ。ライトファンタジーとか？いや、これはリトルマスターだ。でもスーファミ版がない。ですね。なぜかスーファミ版がねえよ。リトルマスターだね。うん。早い。マッチョな足がいるファイアーエンブレムはもうリトルマスターだ。ん？これ何版だ？スーファミだ。あった。早いですね。いや、まあ特徴、記憶がはっきりしているっていうことだよね。ニトロさんのリアルデフォルト絵が全然違うリトルマスター笑。これだよね。あ、こんな分かれてんだ。うわ、マッチョな牛。あ、ごめん、画面ちっちゃかった。スーファミ版まだ買ってないんだよな。ちょっと高いね。初代派めっちゃ面白かった。ワンツーとね。も全然出なかったのに。嘘でしょ。多分マッチョな牛でスーファミで出ると思う。ひまわりとかコアラが強かった気がする。これとランマ2分の1、2が出るかもしれない。ひまわりとコアラ、ひまわりとかコアラ、なんか背景がラスターがうっとうしいな。これでいいんだよね。キングダ100トンだ。それです。はい。思い出のソフトなのにタイトル忘れてる。いや、意外と忘れづらいと思う。これは。パチ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 。おめでとう、リトルマスター。若干高いかもしれんが。パチパチパチ。今なら買える。いや、これってイマジニアとかだっけ？どこだったんだろう。ちょっと高いかもしれないね。あ、3000円ぐらいだな。トクマティムソフトかじゃあ。ティム開発系かな。この背景は良いそう。わら。ねえ、何なんだろう、ね、トクマ書店。あ、ティムだよ、ほら。このタイトルレトロフリー。リトルマスター虹色の魔石です。中古で3000円。新品1万円ぐらい。まあ、定価で買ったと思えば。いや。でも評価悪いな。4000円出せば非常に良い状態の中古が買えます。欲しければね。ただ評判悪いな。俺の周りでは意外と評判いいんだけど。今の技完全に至った。あおー昇降拳。あー、これ評判悪いのはバカのせいかもしれない。終わっちゃったんだろうな。この背景はラスボス戦だけで他は普通だぜ。はあ、URL 省略。ここが開発らしい。開発はどこなんだぜ。
なんて読むんだろうこれ。ん？メタルギアソリッド5を作ってるメーカー？ん？コナミ？ここって開発なんなの？ゼナワークス。ゼナワークスって？ゼナワークス。へえ、なんだ？なんか結構でかい会社になっちゃってんじゃん。ちょっと待て。僕と魔王。僕と魔王とか作ってるとこだね。クロスゲート、翼クロニクル、アドバンス版かい？プロ野球チームを作ろうオンライン。クルクルアクション、クルパチ6知らない。あ、DSI ウェアか。あ、銃声とダイヤモンド作ってんじゃん。はは、ーん。なんかちょっと。僕魔王やりたいな、久々に。銃声とダイヤモンドとかちょっと。なかなかちゃんとしたメーカーなんだね。でもメタルギア5は何だった？メタルギアソリッド5は何だ？何を協力してんだ、そこ。へぇー。純正とダイヤモンドよかったよね。何だろう？メタルギアは何だろう？猫かわいい。あなたを許さないとか作ってる。キャビアと共同開発。なんかそういう系も好きなんだね。猫か、猫いた？あ、猫いたわ。猫が弓矢でめっちゃいられてるけど。やめてあげてくれ。へぇー、テナワークス。猫がラスボスよ。そうなの？おた持ってるけど。合わなかった。あれはちょっとね、な、雰囲気よかったんだよね。雰囲気出るまではなんかすげえこれ、ああ、良さげなやつ来たなと思って。良さげな。マッチの牛が猫、めっちゃパンチしてるけど、うわ、すげえ。何この、地球儀を回すと弾が出るっていうの。最近ラスボスで地球儀を回すやつっていないの？昔よく見たけど。地球儀を回してなんか、ダーツ投げたりとかさ。そういうやつ昔はよく見たけど。1に刺さ？ 12 子。あー。で、じゃあ猫が入れてもらえなかった。っていうことで、揉める話？リトルマスター。ゴージャスかな？ゴージャス。あ、知らず、悪役なの、あの人は。なんか北朝鮮がさ、宇宙征服とか言ってるけど、あれ何なの？宇宙征服を果たしたって言ってるけど。ロケット打ち上げが成功したら宇宙征服なの、あれ。すごいなぁ、それは。月にはナチスの残党がいるんじゃ。何のゲームだよ。知らん。多分チャップリンのヒトラーの真似のやつだと思う。地球儀で遊ぶの。へえ、独裁者だって。宇宙征服はただの妄想にだ。宇宙征服。すげえ、なんだそれ。キアを足元に打つ。聞くな、それは。てかラスボス猫なんだ、なんだろう。なんか羽生えてんのか、これ。お、ね、ネズミじゃねえ。ウサギが倒した。さあ、じゃあ雑談枠ならもう完全に。ちょっとなんか見よっか。猫にはこれを、水入りペットボトル。あれ、聞かないからダメ。月面にコロニーとか作ってみてほしいな、北朝鮮。ミノタウロスが素手ってのも珍しい。ミノタウロスか、あれ。マッチなホルスタインってミノタウロスのことなのか、あれ。やべ、放送するボタン押しちゃった。なるほど、そういうことか。ミノタウロスっていうのは牛の、人型の牛なだけなのかな。だからホルスタインでも OK なのか。登録チャンネル、あった。どうしようかな。ミノタウロスで何が最初に思い浮かぶか違いがありそう。ミノタウロスで最初に浮かぶ。なんだろう。ミノタウロス。なんか、ランマにいたけどゲームで見たな。ああ、終わった。遊戯王やな。わけえなぁ。うそ。デスブレイド。え、なん、スーファミ？自分はぷよぷよとアクトレイダー。デスブレイドあるなぁ。ぷよぷよ。ぷよぷよ。
ミノタウロスといえば、アクトレイザー一面、一面ってミノタウロスじゃなくてケンタウロスでしょあれ。さあ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 、ドイツ、こいつかな、こいつは好きだった気がする。でかいよ、ラスマゲ。ラスマゲか。俺のあんまりないな。俺の色がおかしいんよ。どれ？ははフィルモアアクト2のボスがミノタウロスですね。フィルモアのアクトス、あーあー、キャディはお好き。ああ、キャディ、キャディラックス。スーファミ色がおかしい。あ、そうなんだ。二面ボスだったですね、トレイザー。なるほど、トレイザー、アクトレイザーね。もうこのゲームでもいいから出てほしいわ。プレステ4で出ねえかな。これまあ、これ海外で漫画があんのかな、本当に。ありそうっちゃありそうだけど。この辺もっと移植してくれてよかったのに、ね。いや、今からでも遅くないよ。プレステ4で出せばいいのに。ベルスクはちゃんとなんかオンライン完備してさ、なんかやってほしい。オンラインなくてもいいからとりあえず出してほしいわ。後にオンラインを実装できるように作りますみたいな。腕太いな。腕太い。こいつは腕太いよ。こいつは。ベルスクはしっかり移植してくれればそれだけで価値がある。平安の成長した姿に見える。それ確か原作があったような。なんか漫画っぽいよね。でもさ、キャプテンコマンドもさ、あれなんか勝手に漫画アメコミ作ってるみたいな感じだったじゃん。オンラインの 2D ベルスクって楽しそう。いや、出たじゃない、あの変なドラゴン。今思えば D&D が奇跡に思える。そうそうそう、 D&D とかね。若い頃の可能性。なんだっけあれ、誰のハガハガハガか。これ4人同時なかったのか。3人みたいだね。でもさ、昔コナミのさ、コナミの X メンが8人同時とかなかった。リーグマンやりたいわ。電人魔界、電人魔界。あ、そうか、そうそうそう、ダブドラ移植。あ、ダブドラ移植。あー、そうか、360のやつできたね、オンラインで。やったわ。クラッシャーズはベルスクでしたっけ。ベルスクだけど、あれもうあれじゃないんだ。正直あれはもういらない、いらない子でさ。フラッシュも、フラッシュむき出しの愛の。箱丸の方で配信終わった。うっそ、へえ、そうなんだ。カプコンの D&D の売れ行き悪くて出す気なくなった。そうだろうね。あれ多分ね、ちゃんと売れたら続編を出すみたいな流れだったと思うんだよね。俺だからカプコンがね、カプコンが全部中止したゲームは全部その売れ行きが悪くてやめたんだよね。関連商品がさ、ヴァンパイアのポリゴンのやつも作るって言ってて出さないのは、あれもリザレクションだかなんか売れなかったのと、ロックマンダッシュもワンツーがあんま売れなかったから出さなかったんだよな。そう、ヴァンパイアはもうあれ言っちゃダメだろ。そのあれを売れなかった、売れたら出すはダメなんだって。売れなくても、売れなくてもとか、出さなきゃ、ウォーザードも稼働率悪かった、出さなきゃ売れねえって。ウォーザード、うん、よくなかったね。なんかね、うちのゲーセンには巨大な筐体に入ってたけど、まああれ対戦やってる人いなかったもんね、ウォーザードね。うん、出した時点で、ああれ変な時期だったね。なんかね、てかプレステ3とかさ、360で出したあのヴァンパイア、あれがね、あれが売れたら新作とか続編出しますっていう、あの態度はいけん。そういうことだからゲームが売れなくなっていくんだと思うけど、まあ多分どっちみち俺は判断としては間違いじゃないと思うけどな。だけどそのやり方をやるんだったらもう商売なんかやめちまえばって思う、うん、正直。もともとどういう仕様でヴァンパイアの新作出すかってそこまで発表しておいて、なんかマーベル VS カプコンのエンジンを流用して作りますってまで言って、そこまで言って出さねえのはな。もともとあのエンジンあんま好きじゃないっていうか、なんて言うんだろう、あの絵の描き方はなんか日本人向けじゃないからあんま好きじゃないけど、なんかバタくせえ影のつけ方とかするからさ。リザレクション売れなくて USA カプコンからこれじゃあ新作作れないって言われたらしい。うん、海外は1500円で配信なのに、日本だとパッケで3000円なのもブアンパイア。なるほどな。日本はまあなんかアニメでも何でも舐められてるからな。なんか嫌に高いよね。なんでなんだろうね。映画とかももうちょっと安くしてくれたら俺普通に行くのに。まあちょっと、スターウォーズちょっと高くしたりとかしてるとこもあったけど、なんかもうダメなのかな。薄利多売みたいな時代はもうないのかな。人が来ないからどんどん高くしていくしかないもん。
いや、ロックマンダッシュは多分出しても大して売れなかったと思うよ。あの時期に PSP で出してもやっぱ割られちゃうしさ、あれはもう、あれはもうね、もうユーザーのせいでもあるっちゃあると思うけどね。あの時期の PSP は本当ひどかったもんね。ゴッドイーター2をさ、PSP で放送してたらさ、なんか割ったって言われて大変だったからね。それぐらいみんな割ってたからね。それでも意外と売れたんだけどね。そうだね。あれはひどかった。あの時期の DS とか PSP はやっぱり、もう次の機種を出す理由としてはそこだったね。割られすぎっていう。しかも発売前からもうデータがネットにあったりとかさ、真面目に買ってるこっちがバカらしくなってくらい来るって一番最悪のパターンになってたからさ、購入中だけなんだっけ。ひでえ時代だったな、あの時代は。本当に。でも、割るねえ、なんか若いやつは割ってたけどさ、うちの。ロイネイハードホラー格闘なグアンパイアやりたいよ。ソラレンコンも息子にマジコンを。PSP はまだシティちょこっとあったけど DS はひどすぎた。ひどかった。平気で割ってる容量もちっちゃかった。いてびっくりしてた、うん。真面目にゲーム買ってた強いゲームもあったのにな、うん、ロストレグナムとか。いやだって DS なんて割られすぎたせいでさ、もう発売1週間とかで半額ぐらいになっちゃったりとかさ。なるほどな。いや、いただろうな。そうそうそう。今でもなんか、パソゲーではいるみたい、そういうギャグで言う人はいるみたいだけど。ひでえ言葉だよな。もうそれを発したやつはもう、逮捕でいいレベルだ。冗談でも、それと、クソ箱を売ってくるに関してはもう逮捕でいいわ。みんなのゲーム屋さんとかあったの思い出した。何それ。なんかみんなコピーしてくれる友達ってこと？真面目にゲーム。そうな。いや、いいゲームもあったのに、どんどん安くなっちゃってね。あの時かな。ひどかったね。お金を払わないとね。いや、そうよ。だからなくなっちゃったんだよ。まさに。PSP なんてまだすごく油が乗っていい時期だったのにさ、やっとハードが使いこなせてきて、なんかいいソフトが揃い始めた時にあんなになっちゃったからさ。バカバカしくなってた。PSP の中に DS のエミュー入れてるやついたわ。へへへ。DS？ くださいとかザラだった。エロゲで絶対に割られないの作ったとか言ってたけど、あったね。しかも真面目に買ったやつが動かないってことだったね。遊ぶ気になれない。いや、だ俺たち世代はさ、分かってるじゃん。俺たち世代はお金を出してやるっていうこの覚悟が必要だっていうのが分かってるから。でもね、次枠だね。次枠はじゃあ雑談枠にしよっか。マジコンについて、いや何について話すか。ゲームとは何か。